ち、止まりなさい。あなた、マイさん。おじいさんが心配しているわ。戦闘をやめて戻りましょう。おじい様が？嘘。最近はユーティック機関の連中も手が込んできてるわね。おいおい、俺たちは嘘なんかついちゃいないぜ。本当にあんたのじいさんに。子供を使って説得しようなんて、なんて卑怯な連中なの。まさかすでにおじい様も。話を聞けよ。安心して、僕たちはこの先に停泊している船に用があるだけなんだ。通りがかりに君のおじいさんに出会って。この先の船ですって。やはりあなたたちユーティック機関の兵士なのね。あの船を使ってこの鉱山を破壊するつもりなんでしょう。どうもしないって。あのさ、俺たちはユーティック機関とは関係ないんだって。子供は黙ってて。だから子供じゃねえって。ったく、話にならねえな。通してもらうぜ。